育休は冒険だ、育休 .com の弘中です。今回のテーマはキャズム理論的育休です。男性の育休取得率は最新のデータでは 12.65% となり約 13% です。この 13% は何を意味するのでしょうか。マーケティング用語でキャズム理論というものがあります。イノベーター、アーリーアダプターという初期ユーザーの 16% を超えてくるとメインストリームに入っていき、一気にブームが来るとされています。男性育休も今年 16% を超え、キャズムという深い溝を乗り越えメインストリームになってくると思われます。一部の先端的な人たちだけに利用されるものではなく、当たり前になってくる時代がやってきそうです。それでは今回のまとめです。レッツ育休。育休 .com では男性育休のサポートを行っております。育休 .com は育休で検索。